初代ラッセル伯爵、ジョン・ラッセルは、イギリスの貴族、政治家、保育党の改革派として、なお馳せ、メルバーン支社退任後に保育党首となり、1846年に首相となったが、パーマストン支社区と対立を深め、党内が分裂状態となり、1852年2月に総辞職した。ついで1852年12月成立のピール派と、 ホイック党の連立政権アバディーン白爵内閣に外務大臣として入閣。1855年2月にパーマストン支策が首相となるとホイック党首の座も彼に譲る。ホイック党が野党だった頃の1859年6月にパーマストンと和解して自由党結成と保守党政権打倒に貢献した。第二次パーマストン内閣に外務大臣として入閣し、 パーマストンが1865年に死去すると変わって首相自由党党首となったが翌1866年に選挙法改正に失敗して総辞職した1867年に自由党党首の座をグラッドストンに譲った1861年までは今日の儀礼称号をつけてジョンラッセル教と称されていた注釈一、哲学者の第三代 ラッセル伯爵バートランドラッセルは孫にあたる。第6代ベットフォード公爵ジョン・ラッセルと最初の妻、ジョージアナ・ビングの三男として生まれた。イングランド有数の富豪であり、17世紀以来、ホイッ等の政治家を輩出してきたラッセルや、出身であったが、三男の彼には、一族の所領を継承する見込みはなかった。パブリックスクールのウェストミンスタースクールを経て、エディンバラ大学で学んだ。 ラッセルは、オックスフォード大学にもケンブリッジ大学にも、在籍したことがない、イギリス史においては、珍しい経歴を有する首相の一人である。1813年、デボン州のタビストック選挙区から初当選。1817年の補欠選挙で落選するも1818 18年の総選挙で帰り咲き、以後助諭される1861年まで40年以上に、 渡って選挙区を変えつつ、保育党の庶民委員議員を務めた。ラッセルは改革派の政治家で、1820年代から議会改革や信仰による差別を撤廃する運動に尽力した。1830年に発足したグレー伯爵内閣では、陸軍支払長官となり、当初閣外大臣だったが1831年から閣僚となった。 1832年の第一次選挙法改正では法案を起草した4人に委員会の一人となった。法案の庶民委員提出と説明もラッセルが言った。だが、この改革への熱意が国王ウィリアム4世に疎まれ、1834年11月に首相メルバーン支釈がラッセルを庶民委員内総務に推挙した際には国王が強く反対し、これが第一次。 メルバーン支者区内閣政権の総辞職につながった。保守党政権を挟んで1835年に成立した第二次、メルバーン支者区内閣では内務大臣権庶民委員内総務として入閣した。1839年に陸軍植民地大臣に転じた。しかし1841年の解散総選挙に保育党が敗北したことで、メルバーン支者区政権は、 議会で敗北して、総辞職することになった。代わって保守党のロバート・ピールの政権が誕生する。その翌年の1842年に、当主メルバーン主尺が病に倒れた。これを受けて、庶民院ホイッグ党はラッセルが、貴族院ホイッグ党は、ランツダウン公爵が指導するようになった。1845年に、アイルランドで、ジャガイモ基金があると、穀物法を廃止して、 国物自由貿易化を求める機運が高まり、ピール保守党政権が自由貿易派と保護貿易派に分裂した。この情勢を見たラッセルは、同年11月に保守党政権に揺さぶりをかける目的で、保育党内の合意形成を得ることなく、独断で穀物法廃止を党の方針として発表した。だが、保育党内にも保護貿易派の地主議員が多く、彼らは、 ラッセルの独断に強く反発した。同年12月にピールがビクトリア女王に総辞職を申し出、ラッセルに組閣の対面があったが、保育児の師たちの協力を得られなかったため、ラッセルは組閣に失敗した。首相を続投することになったピールは、1846年5月に、ラッセルら保育党自由貿易主義者の協力を得て、穀物法を廃止したが、 これによって保守党は分裂した。ピールに家中の栗を拾わせたラッセルは同月のうちにピール内閣の当格に成功した。ラッセルが組閣の対面を受け、ホイック党政権が誕生した。こうして発足した第一次、ラッセル内閣だが、ホイック党は議会の多数派ではないから、ピール派との協力が不可欠であった。ピール派は穀物法を復活させないために保守党政権を 阻止するという立場であったものの、経済思想以外は保守的であったので、彼らとの連携は難しかった。それでも、工場法の1847年改正や1848年、公衆衛生法の制定、1850年には、ニューサウスウェールズ州の自治に関するオーストラリア、植民地政府法の制定を行っている。八百五十年秋に、ローマ教皇ピウス九世が、 ウェストミンスター広塚佐教職を新設した際には、イングランド国教会を害する者と激しく反発し、聖職者称号法によって、カトリックが国教会の聖職者と同じ称号を持つことを禁止した。これにより、ラッセル政権とカトリックのアイルランド議員との連携が断ち切られ、1851年2月20日の庶民委員の投票で敗北を喫し、 女王に総辞職を申し出ることになったが、ダービー伯爵率いる保守党が組閣に失敗したため続投できた。1851年12月に、フランスで起こった大統領ルイ・ナポレオンのクーデタに、際しては、ラッセルは女王陛下の政府は中立の立場を取ると声明したが、外務大臣パーマストン施爵が独断で、ルイ・ナポレオンのクーデタを支持した。これに激怒したビクトリア女王は、 これでは女王の政府の構成と威信が世界中から疑われるとラッセルを叱責した。パーマストンはこれまでも独断的な外交を多くしてきたが、これまでラッセルは彼の国民人気と党内右派の支持を配慮して目をつぶってきた。しかし今回は許容せず、パーマストンを外相から解任した。これ以降ホイッ党は自由党を結成までラッセル派と、 パーマストン派という二大派閥に引き裂かれることとなった。両派は第三回派や世論を取り込もうと、それぞれ別個のアピールをするようになった。ラッセル派は主に議会改革。パーマストン派は主に法官外交や強行外交を主張した。パーマストンを解任した後、ラッセルはクーデタによって独裁権力を手にしたフランスのルイ・ナポレオンが叔父の仇を取ろうとイギリスに上陸作戦を 結構するという不安にかられるようになり、それに対抗するため千八百五十二年二月に会期が始まった議会でイングランド南東岸に民兵組織を作る法案を提出した。ところがパーマストンがラッセル内閣当閣を狙ってその法案の修正法案を提出した。しかも保守党庶民委員内総務ベンジャミンデ D ズレーリーがパーマストンに協力することを決定したため修正法案は パーマストン派と保守党の賛成多数で可決された。これにより、ラッセル内閣は、総辞職を余儀なくされた。1853年のジョン・ラッセル卿を描いた、絵画1852年2月のラッセル内閣、崩壊後、ダービー白爵保守党政権が誕生するも、ホイックとラッセル派、ピール派、急進派の連携で、同年12月には、当格に成功した。しかし、 ラッセルとパーマストンの険悪な関係は続き、両者ともお互いにその下につくことを拒否したため、保育党首班の内閣を作るのは無理な情勢であった。女王は12月末にピール派党首アバディーン白尺に組閣の対面を与え、ラッセルとパーマストンはその閣僚として入閣することになった。ラッセルは外務大臣権庶民院院内総務として入閣している。 この内閣でラッセルは労働者階級にも選挙権を拡大させる選挙法改正を目指し、それに集中するため外省の職位は1853年2月に辞した。東方問題が緊迫化してきている11月に選挙法改正案を作成して閣議に提出したが、内省パーマストンが強く反対した。激しい閣内論争の末、1854年2月に ラッセルは恩和化された選挙法改正法案を議会に提出したが、ロシアとの改戦が迫る国際情勢の中でアバディーンは選挙法改正法案の延期を決定した。そしてイギリスはクリミア戦争に突入していった。自分の入閣の最大の目標を退けられた。ラッセルは首相の地位を欲するようになった。アバディーンは組閣時に ラッセルに次の首相の座を任せると密約していたが、一年以上経っても、未だ首相の地位を譲られる気配がないことに不満を抱いたラッセルは、アバディーンを失脚させようとした。その計略は、失敗に終わったが、アバディーンに無理強いして、庶民委員議員が任命された前例がない、数密委員議長に自分を任命させた。この強引な就任によりラッセルは逆に、 ホイック党内の大半の支持を失った。それが王を引いて1855年1月にアバリーンが辞職した際、組閣の対面を受けたにもかかわらず組閣に失敗した。結局パーマストンが首相に就任することとなった。その後もパーマストンとの対立は続き、第一次パーマストン内閣には入閣しなかったが、1855年3月から3ヶ月にわたって、 オーストリアウィーンで開催されることになった、クリミア戦争の和平交渉会議に、イギリス代表として出席することを了承した。だが未だ、セバストポリ要塞が陥落していなかったため、ロシアが強硬姿勢を示し会議は決裂。これによりラッセルの権威は低下し、パーマストンの島内の有意が確立された。1858年に成立した。 ダービー伯爵保守党政権打倒のために1859年6月にパーマストンと和解し、ピール派や急進派も急合して自由党を結成した。同月に成立した第二次パーマストン支爵内閣では、外務大臣を務め、在任中の1861年に、連合王国貴族、アンバーレー支爵及びラッセル伯爵に助爵し、庶民委員議員から貴族委員議員に転じた。 外務大臣としては、イタリア統一運動を支持したが、パーマストンに反対され介入できなかった。また、生麦事件に橋を発した、日本の薩摩藩との武力衝突では、武力行使に、積極的な役割を演じた。第二次シュレースビヒホルシュタイン戦争をめぐっては1864年4月から6月に、かけて、ロンドン会議を主催し、デンマークとドイツの講和を圧戦しようとしたが、 ラッセルもパーマストンも親、デンマーク的態度を取り過ぎたため会議は決裂。以降イギリスはこの問題に不介入方針を取ることになった。1865年10月に首相パーマストンが死去し、代わって首相自由党党首となった。パーマストンは選挙権拡大に慎重だったが、ラッセルは前向きだったため、これを機に選挙法改正が動き出した。 1866年3月、パーマストンに代わって、庶民委員内総務となったウィリアム・グラッドストンが、庶民委員に選挙権改正法案を提出したが、旧パーマストン派をはじめとして自由党内からも強い、反発を受けた。1866年6月には、法案の修正案が僅差で可決された。党分裂を恐れたラッセルは、解散総選挙を避けて、総辞職した。 第二次選挙法改正は続く、ダービー伯爵政権で、ディズレーリの主導により達成されることになる。1869年6月5日の、バニティフェア氏のラッセル伯爵の似顔絵1867年12月、76歳の高齢を理由に、党首職をグラントストンに譲った、党首タ人後は分泌を、主とするようになった。 1868年11月の総選挙で自由党が大勝し、12月に第一次、グラッドストーン内閣が成立した。グラッドストーンは、目立ちたがり屋のラッセルを封じ込めようと、無認所大臣として入閣することを求めたが、ラッセルは政権批判ができなくなるのを嫌がり、これを拒否した。その後ラッセルは、貴族院議員として、 法案審議に携わる中で1869年の一大貴族法案、1872年のアラバマ号事件、秘密投票制度の導入などをめぐって、グラットストン政権批判を行い、党内を動揺させた。1878年に死去、息子のジョンに先立たれていたため孫のフランシスが借りを、継いだ。1861年7月30日に、 以下の尺を新規にノブされた。アデレード・ラッセル・ラッセルの最初の妻であるアデレードとは1835年4月11日に結婚し、辞書を設けた。アデレードと1838年に死別すると、1841年7月20日に、レディ・フランセス・アンナ・マリア・エリオット・マーレイイコール・キニン・マウンドと再婚した。彼女は、第二代民党伯爵。 ギルバート・エリオット・マーリー・イーコール・キニン・マウンドの娘で、マニス・サンナン・カズメを設けた、ラッセル・伯爵夫人フランセスは1898年に死去した、1853年から1856年に、かけ、ラッセルは八冠以上になるトマス・ムーアの回顧録を編集し出版した。ありがとうございます。